どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してまいりましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングはドーン、平井大さんの冬の予感。この真冬にこの冬の曲を歌う。でしかも平井大さんといえばやっぱ夏とかビーチとか海のイメージあるんですけど、もうあえてのこの冬の曲、ほっこり優しく冬でも歌いましょう。はい、いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にしたガズレレ流超簡単アレンジバージョンです。はい、後半はかっこいいバージョンなんですけど、ここでちょっとおしゃれなコードを、ちょっと抑えづらいんですけど、その辺もしっかりレクチャーして、あとはあのゆるいリズム、これも再現したかっこいいバージョンやります。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽ってね、聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで楽器やってみたいなと思ったけど私無理だと思いますと、不器用なんですとか、楽器触ったことないですというそこのあなたもですね、あっという間にどんどんウクレレ弾いて歌が歌える、弾き語りができるプログラムがあります。そのプログラムを見て今もう全世界中の方がもう何万人も、ウクレレ音楽始めてますからね。皆さんも始めましょう。簡単ですから。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけ、すぐできます。ここですよ。行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本で超簡単に弾けるようにしているレッスン動画が、すでに1500曲ぐらいもうアップロードされております。これから音楽はね、やる方に向かっていきましょう。さあ、やってみましょう。平井大さんの冬の予感。まずはシンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。1、2、3、4。平井大さんの冬の予感。
ガズレレ流シンプル簡単バージョンでやってました。簡単バージョンにするためにちょっと相当高度なアレンジをしていますので、後半やるかっこいいバージョンってこう見比べていただくといいと思うんですけど、まあ、でも初心者の方になるべく簡単にできるようにしてますんで、ぜひ取り組んでみてください。そして今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンです。主に2番をショートカットさせていただいてるんですけど、フルコーラスでもやってみたいという方、ご自身で、書いてください。これ1番のコード進行と同じですので、自分でこうコード書いて2番の歌詞を書き足してオリジナルの楽作っちゃいましょう。そして今、ガズと一緒に YouTube で一緒に動画と一緒にセッションできるようになった方、次のステップは今度ご自身一人だけで歌ってみるのをおすすめします。YouTube と一緒じゃなくて一人だけで演奏する。はい。その時最初のうちはやっぱ楽譜が必要でしょうから楽譜をぜひ用意してもらいたいんですけど、いつもね、ガズはですね、こういう感じで自分でノートを書いてこれを見ながら今も演奏したんですけど、これを今から画面にシェアします。なんですけど、今このサービス始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の平井大さんの冬の予感を含む、ガズが今まで書き溜めてきたありとあらゆる音楽ジャンルのこのノート楽譜の中から、毎月5曲まで、毎月5曲ダウンロードしてすぐにこう練習開始できるという、画期的なサービスなんです。もうメンバー900人オーバーでもうかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ、ガズクラブの。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとかいろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして。はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信。これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション。こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してやしてます。ラジオ配信、毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動、ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン！ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんで、こうワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね。こういう風に分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にねリンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。それでは楽譜を見てまいりましょう。冬の予感いいですね。もうちょっと今真冬のど真ん中なんですけどね、一応ね、まあ、冬のど真ん中にこれを歌うっていうのもね、すごくいいかなと思います。そしてこれ見ていただきたいんですけど、これね、下にくるっと囲ってるやつを後半やるかっこいいバージョンで使うコード。今の上の段のコードをやりました。で、ここに矢印マーク、これね、シンコペーションのマーク、後で解説しますけど、リズムが前にスコンと食い込んでくるよということで、こういう表現にしてますと。はい。ここからも歌が始まりますね。伸ばすって書いてあります。ここがゆらりゆれるという感じで入っています。はい。今こんな感じでパッと映しますんで、この、一時停止してメモっていただくか、動画のテロップを一時停止にしていただくか、先ほど紹介したガズクラブで、がゲットしていただくのもいいと思いますと。で、この曲はですね、やっぱり平井大さん独特の歌い方、歌のタイミング、これ洋楽っぽいムード、日本語なんだけどすごく洋楽っぽいこの流れ、これがスムースにいくのがかっこいいと思うんで、よく聞いてね、チャレンジしてみてください。いろいろコードを書いてありますけど、後でしっかり解説していきます。はい、こんな感じですね。はい、さーっと移していきます。はい、ここまでこうサビやって、でここ、乾燥という感じでこれかける2でここ2回ししてますね。はい、乾燥。そしてここ最後のエンディングのサビに入っていって、ここはちょっと伸ばす感じでこの行はやって、で最後こんな感じで終わっていくという、ここ最後イントロのフレーズをちょっと差し込んだというのが、ガズレレシンプル簡単アレンジでございました。はい。動画のテロップとちょっとね、示し合わせながら書いてみてください。じゃあコードの解説するんですけど、ちょっと今日場所なくなっちゃったんで、この赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てくるちょっと難しいコードということで。今ね、出てきたコードはこれなんですよ。ちょっとダイアグラムがないんで、ちょっと恐縮ですけど、これね、安心してください。全部入門コードでございます。言っていきます。C と Am と F と Dm、D7、G7、E7、C7。この、だから、8個のコードかな ?8 個ですね。はい。今日はこの8個のコードです。これね、安心してくださいよ、皆さん。入門コードのグループです。入門コードといえばこれです。ドーン！ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードはですね、ウクレレで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループでございます。入門コードなんで押さえるのはすごく簡単なんですけど、10個あるんですよ。10個いっぺんに覚えるのはなかなか大変。1個ずつは簡単だけどね。そこで私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ入っちゃう。もう、ほんとこれ必見動画があります。ここにリンク貼っておきます。ここでね、コード10個は覚えちゃいました。今日はそのうち8個出てくるんで、もうね、もう覚えちゃう。
必須だし、はい、これ覚えといて損はないのでね、この今日はこの8個のコードで今のシンプル簡単バージョンはやりました。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきますが、いつもこのタイミングでガズが皆さんにお伝えしたいのは歌、この4つ弾きでも今の歌のタイミングとか歌のメロディーとか、やっぱりこの平井大地さん独特のこの世界観というのはあるんですよね、そこなんとこう4つ弾きでも十分伝わるこの、歌のねこう説得力を獲得するためにもう歌を聞き込んでこの4つ弾きで歌をしっかりマスターして次のかっこいいバージョンが入っていきましょう。かっこいいバージョンではリズムが加わりますんでね、その言葉のリズムと演奏のリズムがガチッとあった時にか、まあ、こうなんていうかすごい世界観になると思いますんで、ぜひ歌を、まあ、自分のものにしてからかっこいいバージョン入っていきましょう。じゃあかっこいいバージョンの解説入っていきます。コードが追加されます。2つコード、はい、まずじゃあこれ Gm7 というコードを使っていこうと思います。はい、押さえる場所なんですけど、こことこことこの3つ、ここで1弦と2弦の1フレットこんな風に押さえるのがいいと思うんですよね。このぐらい反り返っちゃう。で、これでちょいと立てる。はい。これが Gm7。これを使ったんですね。で、ここ、こういう風に反らないっていう方がね、たまにいらっしゃる。そういう方はこう、指をこうやって使ったり、こうやって使ったりとか、ちょっと工夫してみていただき、こことこことここです。ちょっとね、いろいろ工夫して押さえてみてください。じゃあもう一つのコードはこれですね。はい。Fm。Fm っていうのはこれよく出てくる初心者さんにとってちょっと難しいこと。ここと押さえる場所、C のとこと、ここ。ここなんです。この3箇所です。こんな感じで押さえるのが、まあ、教科書通りという感じですね。こんな感じ。はい。なんですけど、ガズはですね、この上の部分、4弦の1フレットの部分をギュッと親指で押さえちゃう、押さえ方をしています。はい。これね、どっちでも、皆さんにとって楽な方でいいと思います。人差し指で押さえる人は手首を下に下げるイメージ。親指でこう握っちゃう人はこう手首をグッと上に、こういう、この調整でちょっといろいろ試してみてもらうと、この Fm、押さえやすいところを自分で発見してやってみてください。そしてね、リズムの解説に入っていきましょう。今日はですね、シンプルですよ。ドン !8 ビートの茶なんですけど、ちょっとこうロックのガツガツする勢いのある8ビートっていうよりは、ちょっと緩く脱力して、跳ねてる感じ。シャッフルがちょっと入ってるような感じで、この平井大さんのね、イメージってこう結構こうラフなんですよね。こうレイドバックしてる、こうリラックスしてる感じがいいんで、ドン、ダッドン、スッと、この脱力、力を入れない。ドン、ダッドン、スッと、ちょっとこの顔がこう、ダラッとする感じの。で、リズムはダラッとしちゃダメですよ。リズムはなんですけど、こう全体的にこうリラックスができるような8ビートの茶、緩い8ビートの茶という弾き方でやってみようと思います。この弾き方、ここにリンク貼っています。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートの茶という濃厚解説動画がすでにアップロードされてますんで、ゆっくり見てものにしてください。その動画内でも言ってますけど、このリズム、このストロークって言うんですけど、こういうのの基本をすべて8ビートというふうに、ガズレレでは考えておりまして、8ビートからじっくりやってきて気持ちよくこのグルーブに体をこう委ねていく、こんな感じがいいと思います。そして今回ですね、このマーク、この矢印マーク、これシンコペーションといってリズムがドーンと前に突っ込んでくるよという、これガズレレならではの表記なんですけど、これがですね、もうてんこ盛りで入ってきます。しかもこれね、毎回入るんじゃなくて、入ったり入んなかったりするんですよ。ここら辺がまあ、キーポイントでございます。ちょっとどこかで、やってみると、まあ、A メロの一番最初でちょっと練習してみます。話す。ゆらり揺れる、キッチン。わかった今。ラリ揺れる、キッチン。今、スポーンと G7 が前に入ったでしょ。こういうやつです。もう一回。ゆらり揺れる、キッチン。雨色の空もよ、今の F の前もスコーンと入る、こんな感じでスコーンスコーンと入るんですけど、これサビの中とか結構応酬なところがあるので、ちょっとサビやってみましょうか。僕らの暮らす街にそろそろ冬が来る、こんな感じです。入ったり入んなかったりするんで、そこのところでガンガンと前に突っ込んでいく。ここら辺でリズムがちょっと速くなっちゃったり、ヨレヨレになっちゃわないように、こうリズム体でしっかりとって、ちょっと僕の体見ててくださいね。ワン、ツー、スリー。僕らの暮らす街にあのその冬が来る、こんな感じでズン、ツン、ツン、こうリズムはずっとキープしたままカンカンと入っていく。この辺が安定的にできて、しかもあんまり力強く、今日はリラックスな感じで脱力してる8ビートっていうのがテーマになってますんでね。はい、その辺ちょっと認識してやってみてください。あとね、一個細かいところなんですけど、ちょっと決めというかシンコペーションの、感じの決めがあるんですよ。ちょっとA メロの途中のところです。なぜだか涙があるところからやってみます。せーの。なぜだか涙がこぼれるんです。今一瞬 F が入ったの分かりました？ Dm、Dm、Dm、F なんですけど、ここがちょっと面白いタイミング。そこだけやってみると。
一瞬 Bマイナーからズダッタン、はい、G7 のシンコペーションの前に一瞬 F が入る、こんな感じです。もう一回や同じとこやってみると、なぜだか涙がこぼれるんです、一瞬 F を入れる。ここちょっと細かいところなんですけど、ちょっと慣れてきたらこれトライしてみてください。そしてこの曲すごくシンプルなんですけど、途中のね一回サビにまた戻るところで伸ばすっていうところがあるんです。伸ばしながら歌うっていうのがあるんですけど、そこのところでもシンコペーション入ってるんですよ。でそこなんですけど、ちょっとこれこんな感じでやるのがいいんじゃないかなとご提案です。最後のサビの一番最初のところです。ワン、ツー、スリー。僕らの暮らす街にもうすぐ雪が降る。シンコペーションの前だけチャッパーンってこうチャを弾いてからアップでこうシンコペーションを入れるっていう方がちょっと躍動感があるかなと思って、これを取り入れてみたんですけど、これをチャを入れないとなるとこうなります。僕らの暮らす街にもうなんかちょっと引っかかりがないなって感じがしたんで、もう一回やると、僕らの暮らす街にもうこっちの方がチャッパーンの方がちょっとキレがあっていいかなと思ってちょっと取り入れてみたんで、参考までチャをやってからシンコペーションに入る、こんな風にやってみると、リズム感がこう生まれるかなというふうに思います。何回も言うようですけど、この曲は、ちょっと脱力して体をこうゆっくり揺らして優しくこう包み込むように歌うのがいいんじゃないかなと。やっぱりこれねラブソングですから、ちょっとほっこりする、こう寒い中二人でこうひっついて歌いたいなみたいな、そんな曲だと思います。そんなねこう世界観もこう頭にイメージしながらこの曲奏でるとさらにいいんじゃないかなと思います。ゆったりいきましょう、はい、平井大さんの冬の予感ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、冬の予感ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いいですね、冬にあんと暖かい場所でほっこりリラックスしてなんかホットココアかなんか飲みながらねこう歌いたい曲だなと思いました。皆さんもぜひ歌っていきましょう。さあ皆さん、この音楽を自分で奏でるこの豊かさ最高ですよ。今度周りの方にもぜひシェアしてあげてください。その時にですね、今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用いただければと思います。このチャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。そして皆さん、新しいガズレの本がガズレレの本が出版されます。ガズレシピ、これね、
ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜がそのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン、両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですんで、ちょっとご確認いただきたいんですけど、ここに、紹介してる動画貼っときますんで、ぜひご覧になってください。そしてですね、いつもガズが使ってるこのガズのわがままウクレレと、再販売開始になりました。これ、ガズの、これね、とってもリーズナブルで弾きやすい初心者様の最初に一歩にもいって、初めてウクレレ、これ二つのウクレレ、この辺のことをぜひともね、これチェックしてもらいたいです。めちゃいいウクレレですからね。はい。そしてね、今回新たに G プレイスという新しい取り組みを始めております。これ飲食店さんだったり、宿泊施設だったり、もうあらゆる小売店さんまに、ちょっとご注目なんですけど、このガズの初めてウクレレや、わがままウクレレを試奏できる場所としてとか、販売していただける場所という、もう人が集まる憩いの場所ということもあり、で、このガズレレにでも少しできる、なんかこう、社会貢献でよいか、その売り上げもね、そういうところに還元できればいいなというふうに思って、新しく始めてるサービスなんですけど、ちょっとそのご案内も概要欄貼ってますんで、ぜひご覧になってください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか、本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる。これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ。キャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい。ドーン、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいなこのね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいんですね。しかも100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。